こういうものをやっぱり自給していくためにはその農耕地を維持していかなきゃいけないけど、日本はまあ田んぼの国ですから、ここ滋賀県も 94% が田んぼなんですよね。でそういうところでいかに畑の作物を作るかっていうのは、やっぱり我々作物栽培関係の研究者がこうやったら作れるよとか、こういう品種は耐湿性が、つまり湿潤状態でも耐えられるよとか、まあ、そういう情報をどん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 出していって、それでそれをまあ生産者が受け入れられるようなまあ技術として出していく必要がある。でそういうことを自分がまあ携わっていくことで、この国の農耕地が維持されて、まあ、同じようなあの条件である例えば韓国だったり中国だったりと東アジアの同様の農耕地も維持できると。それにはどんな遺伝資源が必要だとか、どういう遺伝的な改良が必要だとか、それを受けてどんな栽培技術が必要だとか、まあ、そういうことを常にこう考えながら、最終的にやっぱ栽培技術であったり品種を出していく、これができればなと思います。それがある意味、まあ、農学者のって言いますかね、やりがいだと思っています。他の龍谷大学の農学部の付属の牧農場というんですけど、まあ、広さから言うと大体3ヘクタールぐらいあります。この地域は結構あの昔からお米がよく取れる地域なんですけども、あの昼間の温度と夜の温度の格差が大きいのでね、美味しいお米が取れるところなんですけど、まあ、大学で農場ではお米だけやってるわけにもいきませんので、畑作物も作るということで、大体半分今向こうに見えてるお米と、それから半分は畑作物で、ここにある小豆とか大豆とか落花生とか、それからハウスを建てて、まあ、そういったところで実習、それから卒業研究とか大学院の研究の補助として使ってます。で特にあの、まあ、琵琶湖がありますので、あまりその肥料をたくさん使うことができないので、特別栽培というんですけど、大体まあ観光、つまり普通に使うやつの半分ぐらい 50% ぐらいに減らしたような、そういう農業をこの地域はしてるんですね。ですから私たちも実習の中で、まあ、なるべくそういった環境に優しいといいますか、あまり化学肥料にこう依存し続けないような持続性のある農業はどうしたらいいのかって、まあ、そんなようなあの実習を今やっているところです。農作物っていうのは当然気象条件あるいは環境条件として土壌条件とかにも影響するんですけれども、まあ、土とそれから水とそれからまあ大気環境ですよね。でその中でここの地域はそのすぐ裏にあの大渡川って大きな川が流れてまして、まあ、昔そこがこうよく氾濫をして、まあ、それでいろんな土を持ってきてくれて、その肥沃な土がこの地域に溜まったということで、あの昔からあの土がいいところだよ、それから水が豊富なと、まあ琵琶湖もありますけども水が豊富なところだよということで、あの土もいいし水もいいしということで、非常にこう環境にいいような、ですからまああまりそのまあ知力って言うんですけど、土の力ですね、まあ、知力に依存したような、ですかつその知力を維持するような農業栽培方法っていうんですかね、そういったものをこう考えてやってきたところですし、まあ、これからもそう続けていかないかなくてはいけないというところだと思います。小豆とか落花生っていうのはご存知のようにマメ科の作物ですよね。で一つはあの、まあ、土の中にあるその土壌微生物の一つである根粒菌っていうのがついて、だからあんまり窒素肥料はいらないんですね。ですからさっき言った土壌条件とか気象条件とか水の条件っていうのを考えると、結構その気象条件によって影響されるところがありますよね。これは小豆も落花生も多分同じ でかつあのここはもともとが水田でしたので、やはり一番大きいのはその根っこが水にやられるかやられないか、つまり降雨量との関係ですよね。ですからまあ撒く時期にもよりますし、収穫する時期、例えば陶熟する時期、鞘が実っていく時期にもよりますけど、そういう時に日射量が少なすぎたり雨が多すぎたり、まあ、日射量が少ない場合には結局光合成が十分できないので充実が悪いとか、雨が多すぎる場合には例えば小豆の場合ですと、まあ、冠水といってあの水が浸かってしまうようなぐらい雨が降るともう一気に花がダメになるので、もう一切実らなくなってしまいます。こっちに大豆があるんですけど、大豆なんかは花が多少浸かってもまだ回復力があるんですけど、小豆は非常に弱いですね。そういう意味で気象条件としては、まあ、落花生もそうなんですけども、やはりその雨の降雨量の多さ、それからその降る時期ですね、まあ、これがやっぱり一番大きいので、そこがまあ両作物にとってまあ適当な条件であるっていうことが大事で、それは蒔く時期と生育時期と収穫時期にそれぞれ分けて、まあその時期がそれぞれの品種によって違いますので、それに適応したような品種を入れていく必要があると
というふうに思います。これがね、あの小豆の花がこうよく咲いていると思いますけど、こうちょっとめくってみるとですね、ここにこう鞘ができているのがわかると思います。でこれがもっと大きくなってですね、今まだ中は緑色で小さいんですけども、だいたい10月の下旬ぐらいになるとこういう形で、小豆が取れるようになります。まあ、この辺はまだあの花だけでね、あの花たくさん咲いてますけど鞘がまだ小さいですよね。ここも非常にこう鞘が小さいのができてますけど、なかなかよくできていると思います。これ落花生の花で、まあ、こんな感じであの黄色い花が咲きます。あの結構可愛い花で好きなんですけど、ここもそうですけどね、こうやって咲いてます。で、あの花が咲いた後に、例えばこれ分かりますかね、これ花の咲いた後にこう、これ子房柄って言うんですけど、こういうふうにあのこの鞘のこの花の根元が急に伸びていくんですよ。でこの一番先端にあの種の元が入っています。要するにあの鞘になる部分がここにあるんですね。でこれが地下にこう入っていく、これ今ちょっと入ってますね、こうやって中にどんどん入っていきます。でこの辺は高い位置ですので、もう少し低い位置を見ますと、この辺ですね、こう上げていくとですね、ちょうど今入り始めたようなところが結構あると思います。例えばちょっと今抜けるかな、少しこうこんなの分かりますかね、この先端が太ってますよね。こうやって鞘ができてくるわけですね。これが落花生ですね。これがもっともっと大きくなります。さらに根元に行くともうちょっと大きいのがあるんですけど、実はあの土が硬いのでうまく取らないと下に土の中に残ってきちゃうんですよね。こういうくちばしがついてこういうふうに切るとよいしょ、まあ、こんなふうにですね落花生がなってます。まだまだこれは小さい方ですので、これがさらに大きくなっていって色が変わり色がついてくると、こういう形で落花生になるんですね。これ地下結実性、地下に入ってからあの鞘が実る地下結実性の豆。世界で地下結実性の豆っていうのは落花生ともう一つアフリカにあるバンバラグランドナットっていうのがあるんですけど、この2つだけですね。まあ、そういうように この根元の方に行くとあのたくさんついてます。よいしょ、こういうふうに落花生が、まあ、根元の方の大きいやつはですね、こんなふうにできてますよね。これ結構鞘としてはとても大きいあの落花生、大まさりっていう品種なんですけども、茹でて食べるとね美味しい落花生です。でさっき言ったように土がどうしてもこう水が上がってきてると弱いので、あの根っこがねあの水に弱いので、これ多分千葉県に行って落花生の根っこ掘るともっと下までこう行くんですね。でこの辺は結構上の方にあって、これでも全部根っこ終わりです。ですからあの排水性がやっぱ悪い土壌ではこういうふうになってしまう。特に雨の多い時はこの作物にとっては厳しいかなというふうに思います。まあ、さっき言ったように土の中には根粒菌とかいますから、こうやってあの根粒がたくさんついてまして、これによって窒素肥料がいらないんですよね。これもこのマメ科の一つの特徴です。これをあのちょっと分かるかな、難しいかな、割ってみると中が赤いのが分かりますかね、この赤いのが分かりますかね、ちょっとこう見にくいですけど中が真っ赤です。これあの私たちの血液と同じヘモグロビンなんですね。でヘモグロビンがこう酸素をこう運搬してくれて、あのちょっと難しい話ですけども、根粒菌っていうのが窒素固定するときに酸素があると邪魔しちゃうので、それを助けてやるためにこうヘモグロビンを作って、だから赤いっていうことはこいつらが元気だってことですね。でこれが11月ぐらいになって老化してくるともう中が黒くなっちゃうので、窒素固定ができない、つまり肥料に依存しないと生育できないような状況になると、まあ、これがさっきの小豆もそうですけども、そのマメ科の根っこの特徴ですね。でこの落花生本当に食べて、これなんかすごく大きいですけど美味しいので、まあ、学生たちも喜んでますけども。気候変動っていうのは、まあ、いろんな形で今こう取り上げられてて、生産者の方も消費者の方もみんな結構意識をしていることなんですけど、まあ、私たち栽培の技術を作る研究者の立場で、まあ、それぞれの作物あるいは品種に応じた対策というのは当然考えなきゃいけないですよね。
で例えば小豆の場合ですと、まあ、ここはあの京都とか滋賀とかっていうところでの小豆の作り方っていうのはちょっと北海道と違って、秋小豆といってその、まあ、夏頃に収穫する小豆ではなくて、やっぱり10月下旬とか11月に収穫する小豆なんですね。いわゆる大納言といって大きいあのかのこ餅とかあの和菓子なんかに使って非常に見栄えのするやつです。ってことは一つ一つの、まあ、小豆の種子が色も良くなきゃいけないし、大きさもしっかりしてなきゃいけないということで、まあ、そういう時期にしっかりと糖熟ができるような、まあ、そういうようなことを考えていかなきゃいけないですよね。そうするとやっぱりここ今小豆ありますけども、しっかりとした草ができなきゃいけない。草っていうのは葉っぱがよく茂らなきゃいけないんですけど、どうしてもこの辺の小豆のまく時期って7月の中旬ぐらいなんです。そうするとやっぱり最近見て土砂降りみたいな雨がたくさん降ってしまうと、あの手で巻くのは巻けるんですけど、どうしてもある程度の圃場の広さになると機械を入れなきゃいけない、機械で巻かなきゃいけない。そうするとここもともと水田で、水田転換バタっていうんですけど、排水性が悪いのでこうドロドロになってしまって種が巻けない。であればそれでも安定してある程度和菓子屋さんとかに生産者出していかなきゃいけないわけですので、まあなんとか安定して、収量はそれほど多くなくてもいいけど安定して取りたい。でそのために私たちはその対策としてちょっと早く巻いて、その梅雨のまあ走りぐらいの時に巻いてしまえば機械は入れるだろうと。ただこの小豆っていうのは豆科ですので、こうつるになっていくんですよね。だから早く巻くと草はよくできるんですけど、こう満花っていうんですけど、こんなになってしまって、この下の方ですね、海葉っていうんですけど、下の方の葉っぱに光が当たらなくなる。そうすると収量が悪くなるんですね。だからまあ小豆栽培、これこちらの大豆もそうですし、まあ落花生もそうなんですけど、貝を下の方の葉っぱにいかに光を当てていくかっていうのが大事なので、私たちは早く巻いて草がよくできるけど、それを一回途中で刈ってしまいましょうと。で、植物学の教科書に出てきますけど、一度刈ると脇からこうまた芽が出てくるんですね。これ腸が優勢っていうんですけど、そういったものをうまく生かして、まあ、草型っていうんですけど、受光体制を良くしていって、つる化せずにある程度成功量を確保して収量を得ましょうと。まあ、そういうのが一つの対策かと思います。もう一つ作物栽培というよりは、少しこう農耕地に対する対応としては、これ落花生なんかもそうなんですけど、やっぱりこうしっかりと溝をこの、まあ、暗渠つって土の下にこうあの排水溝を入れるっていうのはなかなか大工事になりますので、まあ、あの周りにですね、明渠といって、まあ、あの溝を掘っていくんですね。でそこをこう溝を流していって、そうですね、上からまあ18センチとか20センチぐらいのところの排水性が良くなればある程度根が確保できますので、そういう農耕地に対する、まあ、土木作業じゃないですけど、機械を入れていって水を切っていく、排水性を良くする、まあ、そういったことがその対策の一つになるかと思います。まあ、あの小豆でも落花生でもその排水対策、特にこういう転換畑では排水対策というのが一つの大きなやり方だと思います。これもこの間雨が降った後ですので、結構表面がガチガチになってますよね。こういうのがあのだんだん土のを固くしていくので良くないので、まあ、なかなか転換バタでのこういった作物の栽培難しいんですけど、まあ、降雨量が少ない年はよく取れますけれども、なかなか厳しいところであります。今地球温暖化とかゼロエミッションとか、カーボンニュートラルとかいろいろ言われてるんですけど、私たちこう農業あるいは農業技術に携わっているものからすると、やっぱりその農耕地が出すその温暖化の問題、環境フットプリントみたいなものはやっぱりしっかりと私たちが量的に評価していかなきゃいけないと思うんですね。例えば日本ですと、まあ、田んぼではそのメタンの問題があるし、それからこれさっき根粒菌が窒素固定してるって言いましたけど、これN2O ですね、亜酸化窒素をやっぱりその有機物が分解するときに出たり、あるいはこの根粒が老化しているときに出るんですね。つまり農耕地はその炭酸ガスを吸収して、地球温暖化をこう抑えていくっていうだけじゃなくて、まあ逆にそのいろんなガスをまあ出していくという面もあるので、そこのバランスをどうやってその考えていくか、特に2050年に向けて、例えば日本の農業今有機農業を25% ぐらいまでしていきましょうと、100万ヘクタールぐらい作っていきましょうと。で今 0.5% もないと思うんですよね。でそれを100万ヘクタール、今日本の農耕地だいたい450万ヘクタールありますので、
4分の1ですから100万ヘクタールですけども、まあ、そこまで有機農業を高めていくには、まあ、化学肥料を少なくしてガスのエミション、出を少なくしようとか、まあ、いろんなことが多分あると思います。でそういうことに対して私たちが、まあ、どんなような貢献できるのか、それ農業技術の上でどんなような貢献ができるのか、まあ、そんなところを今一生懸命学生たちと検討しているところです。で特にそのさっき言った酸化窒素なんかはかなりやっぱり温暖化に影響しますので、私たちこう言って、これ例えば落花生ですけど、落花生収穫した後にここどうするかって話がありますよね。これ十分な有機物です。炭素としてたくさんあるし、でこれを私たちここに戻していくんですね、肥料の代わりに。でその分肥料を少なくしていこうというような研究もしてますけども、その時もこいつが分解するとやはり酸化窒素が出るわけですよね。でそれとトータルで使う化学肥料あるいは化石エネルギーとのバランス、こういったことをやっぱりしっかりと、まあ、数字として出していく必要があると、そんな研究を若い人たちと、まあ、2050年も私はどうなっていくか分かりませんけど、若い人たちと一緒にそういう研究に、まあ、農学部の学生が貢献できるような、そんなことを目指しているというふうなところですかね。